はい、どうもー。レート上げが膠着中のレッドコンプレックスです。もう上がったり下がったり上がったり下がったり、本当にしんどすぎるんだけども、もう今日はそんなことは置いておきまして、もう今作もね終盤に差し掛かるということで、期待外れだったレジェンド4戦を紹介していきたいと思います。まあ、前回前々回とアイコニックのね、期待外れだった、期待以上だったっていうものをね紹介していったと思うんですけども、今回はそれのレジェンドバージョン、なんか期待外れだったなっていう選手を、今回紹介していきたいと思います。このように選手や監督に関する動画を上げているので、めちゃめちゃモチベになりますので、よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ、一人目はこの選手、イニエスタ。いや、まだ25歳のイニエスタですよ。これ出た当初はね、よく使ってましたね。2列目でいいアイコニックも出てなかった時代で。レジェンドにしてはね、このドリブル数値がめちゃめちゃね、高いんだよね。パスもすごい上手いし、青だらけだよね。スキルもね、ルーレットとかワンタッチパス、スルーパスとか、本当に優秀。もう全然、お前使えるやんって感じなんだけど。やっぱ2列目の選手、こう飛び出していってフィニッシャーにもなり得るので、そこで問題視していきたいのはこの決定力ですね。84、ちょっとね、85にすら乗ってない。で、スピシュに関してもね、もうスピード79は。お前歩いてんのかいって。おい歩いてんのかいってペチンってね、頭叩きたいけども。ちょっとそこら辺がだいぶネックになりまして、非常に優秀な能力値の部分あるんだけども、結局のところガチスカには、入らなくなっていきましたね。2人目のレジェンド、ブライアン・ロブソン。ロブソンのレジェンドは比較的ちょっと遅めに獲得したと思うんですけども、やっぱね、ちょっとアイコニックとの比較が入ってしまうかな、どうしても。まあ、レジェンドにしてはね、このオフェス戦も85乗ってますし、こういうボールキープ数値とかパス数値とか、決定力も85乗ってんのはすごく偉いと思います。で、スタミナ95乗ってて、何気ディフェ戦とかそういうのがありつつ、まあ、安定のワンタッチパス、もちろん2列目の飛び出しと。なんだけど、やっぱりね、ちょっと気になる能力値はありますね。このスピシュン、やっぱね、この時代やっぱ83、82ってな、ちょっとしんどいなっていうのがあって、まあギリそこを多めに見るにしても、この体の弱さも顕著ですね。80、82。まあオーエンとかもそうなんだけど、どっちも低いとね、もうさすがに吹っ飛ばされまくるんですよ。抜け出しまではいいにしても、ちょっと小突かれただけでね、こうよろめいちゃうので、いいシュートが打てなかったりとかするので、まあこういったちょっと微妙かなっていう部分も相まって、結局ガチスカ落ちはしてしまったかなというとこですね。選手コストは低いからいいんだけどさ。3人目の選手はポール・ガスコイン。このレジェンドはね、アイコニックとかがいっぱい出てる中でも、新規のレジェンドとして出てきた選手になります。あのレジェンドの中ではね、もう本当に全然強いと思います。この足元数値やオフェ戦すごいね、高い数字持ってますし、決定力90超えてるしね。逆足3-4のダブタルーレット、コンカー、ライジングシュート、ワンタッチシュート、もう本当にモリモリだね、このレジェンドは。なんだけどよ、なんだけど、やっぱね、レジェンドあるあるなのかな、この体が弱い。78、80はしんどいよね。全然背負えないし、プレイスタイルがナンバー10だからちょっと使いにくいっていうのがあるね。このちょうどナンバー10の適用されるポジションと、ガスコインが使えるポジションがもう丸かぶり。あの、無印で使える場所がないんですよ。あー、使わないや、ガスコインってがっかりした記憶があります。4人目の選手は、ペトル・チェフ。これだけ身長があって、これだけの能力値、クリアリングこそ低いものの、めちゃめちゃこのアイコニック級の能力値は持ってるはずなんですよ。で、守備的 GK で、低弾道パントキックを持ってると、すごい優秀。かと思いきや、このスピッシュンがものすごく低い。61と57。この同じ GK のレジェンドのオリバー・カーンを見てみると、このスピシュン70代とか70後半とか乗ってたりするんですよ。この瞬発が低すぎるからなのか、すっごい事故る印象が強い。まあこれアイコニックにも言えることなんだけど、もう本当にね、止めるときは本当によく止めてくれるんだけど、すっごい意味わかんない入り方したりするんだよね。棒立ちだったりとかさ、なんかボール蹴りに行かなかったりとかさ、もう本当によくわかんないことをするよね。そういった怖さもあって、レジェンドとしてもうやっぱ使えないのか、レジェンドの GK はって思ってしまいました。
はい、いかがだったでしょうか。皆さんレジェンドいっぱい持ってると思うけどね、この使用のレジェンドをねいっぱい使っていただけたらいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。